ハップルです。他の人の視点を見ながらハップルがあれこれ言う視点解説シリーズ、今回は伝説アルバイターの塗装さんなんですけれども、ちょっと先にですね、なぜこんなに遅くなったのかっていう説明をしておきます。っていうのも、まあ武器解説動画を出してたっていうのもあるんですけれども、あのツイッターの DM の仕様がねちょっと変わったってことで、なんか出そうと思ってたタイミングで、なんか変わった、これ募集どうしようとか考えてるうちに、なんか DM の集荷戻ったみたいな感じで、ちょっと応募方法がいろいろ変わりそうやったので、ちょっと遅れました。で、ここではっきりと明言しておきますと、今後 Twitter の DM 並びそのギガファイル便という送ってくださいって概要欄に書いてある方法が何らかの原因で使えなくなった場合は、視点解説シリーズはそこで終了する、もしくはリスナーさんの方で考えて送っていただければなと思います。とりあえずどんな方法であれ、文章とあとハップルの手元に MP4 の映像ファイルが記載すれば、こちらの方で視点解説動画を作ることは全然できますので、その方法を考えていただければなと思います。まあ、今後その DM であったりとかギガファイル便が使えなくなったらの話ですね。まあでも無事使えてよかったですね、 DM そう、フォロー、相互フォローじゃないと使えないみたいな仕様に一時期変わったんですよ。はい、ということで塗装さん見ていきましょう。はじめまして、塗装と申します。スプラボさんの動画は鮭が美味しく食べられたいという考察動画から始まり、まああれですかね、なぜ願うのかっていうやつですかね。考察動画、サマラの立ち回り、視点解説など楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。普段は伝説落ちかけになることもありますが、熊武器の圧倒的な力でドンブラコ600いけたこともあり、シェケラナブで黄金編成で初完走チャレンジをしました。完走の6時間ぐらい前から800を行ったり来たりして心が折れてしまいましたが、なんとか完走できてよかったです。おめでとうございます。完走時の動画になりますが、どうしてもデスが抑えられず、納品もできず、大物もほとんど倒せず、野良さんにキャリーされてしまいました。デスしないように、かつ納品も意識しているつもりですが、どういう立ち回りをしたら危険度マックスでデスをせずに高納品ができるのかを教えていただければ幸いです。将来的に通常編成で完走、ビッグラン上位 5% を目指したいですということで、こちらがですね、第3回のビッグランの割と直前に送っていただいたものになります。それでは実際に見ていきましょうか。ちょっとね、声があるそうです。楽しみですね。やばい、一人抜けた。いやーこれそう、野良でねずっとやってるとね、うまくいってるチームで一人抜けると絶望するんですよね。さあということで見ていきましょう。さあどうなんだこれ、ジョックロマジで死なないようにしないといけなくて、そうだいぶ心が折れてるのが伝わってきますね、この声から。意識的にだいぶデスを抑えようっていう意識があるみたいですね。あ、そして無慈悲にも無情にも鉄球が来ました。あ、いいですね。で、今のサメライドとかはねすごいいいと思います。使いどころもないので、そしてキラダムね、干潮で通られへんって言ってね、いろいろグダつくっていうのはあるあるなんで、ある程度飛ばしてその間に味方がやってくれてると、ここまでは全然問題なさそうですね。これ編成的にちょっと爆弾見た方が良かったかもしれないですね。この危険度になってくると、そう、クマシェル2本なんで、まあ、ランダム編成だととっさに判断難しいですけどね。そしてカオスになってきました。一旦これ死なないように離れる。さあそして肩パッドが肩パッドが3つの騎士すべてにいますね。地獄です。いやー、ダムの危険度マックスって感じするわこれ。まあ、ちょっと後からね、こう気になったところは見ていきましょう。さあそして処理落ちもしています。ただこれはノルマがクリアしているので、もう生きたら終わりですね。敵多いな。おそん、このタイミングでまた俺死ね。まあでも無事クリアというところで、さあここまででちょっと一旦気になったところっていうのを見ていこうと思うんですけれども、まあ細かいところは細かい、ほんまにここはこうした方が良かった、ここはこうした方が良かったってところは置いておいて、そのもっと大きな括りでウェーブ1だけ見たところで一つ気になったところを言いますと、多分ね、移動時間っていう要素をあまり考慮していないのではないかなというのは思いました。
っていうのもデスしないようにしようっていう意識がすごいいいと思うんですよ。突っ込むより全然いいと思うんですよね。なんですけれども、例えばその一旦逃げようってなった時ですよね、逃げなくてもいい範囲に逃げてるんですよね。でこの逃げなくてもいい範囲に逃げることによって、まあ実際自分は安全になるんですけれども、まあ往復で6秒ぐらいをロスしてるわけですよ。でその6秒で危険度マックスの場合はもうカオスになってしまうということで、どっちかっていうとコンテナ周りで攻撃を避けるっていう、その移動時間をなるべく減らすっていう意識を持つことによって、生きた後に鮭に対処するっていうことがしやすくなるっていうところで、デスっていうものには重みがありまして、それはどういうことかっていうと、結局なんでデスしないかっていうと、まあもちろん鮭のターゲットは変わるとかもあるんですけれども、まあ確定で10秒近く1人労働力が減るからなんですよね。はい、まあ、これがあるのでなるべくデスしたくない。で逆に言うんであれば、何もしてないで10秒ぐらい逃げてしまっていると、もう実質デスしてるのとあまり変わらない状況になってしまうんですよね。まあ、もちろんそれが必要な時っていうのも出てくるんですけれども、まあ、ちょっとねそこは意識したいところ、デスの重みっていうところですね。で一番わかりやすい例が、コンテナ周りで味方がいっぱいいるところでデスするのはまあ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 多少しょうがない部分はあるんですけれども、海岸に出て行って海岸でデスしてしまうと良くない。だからコンテナ周りでは多少無理してでもいいので、ゴリゴリ仕事を進める、海岸ではもう無理せずしっかり引くっていう、この意識の分け方っていうのがすごい大事かなっていうのは思いましたね。だからこのさーって過剰に逃げたシーンっていうのは、何をするべきやったかっていうところを考えると、せめて例えば納品を進めるであったりとか、タワーに狙われてるのがそもそも塗装さんではない、これ、あ、塗装さんがタワーにのみ狙われてるのか、で肩パッドは別の味方が狙ってるということで、これしっかりイカロールを使うなり、まあタワーの攻撃もちょっと終わりかけてたので、逃げるにしてもコンテナ付近にしっかり逃げていって雑魚鮭を倒すなりっていうところで、まあ逃げながら別の仕事ができたシーンやったかなとは思います。まあね、もうこれ残り一戦でカンストってことで、ちょっとビビってしまうのは気持ちはすごいわかるんですけどね。お、夜ですね。竜巻か。竜巻は飛ばしましょうかね。ここで話してても気にないでしょうし、竜巻の安心感すごいですよね。でじゃあウェーブ3から行きましょうか。そんなところまで濡れ、通常ですね。ウェーブ1で指摘したところを中心にちょっと見ていきたいかなと思います。お、いいですね、しっかり寄せる意識は。さあそしてコウモリもしっかり撃たれる前に倒せる、いいですね。そう、いくら投げなんですけれども、基本的にまあクマフェスは特になんですけれども、あんまりね使おうとしない方がいいですね、特にコンテナ近くでは。いくらなインク7割使うんで。さあそして混沌としてまいりました。さっきのサメライトちょっと遅れますけど、あれはすごい良かったですね、判断が早かった。待って、そしてここですね、ウェーブ1でもちらっとあったんですけど、ちょっと味方の蘇生の優先度が若干低いかなっていうところは気になりましたかね。はい、まあ、なんかできれば味方の蘇生を優先したいところではあります。まあ、状況によりきりですけど。さあそしてこれは厳しいか。まあ、でもねしっかり納品を進めてると、こういうところで焦らず行くとか。モグラが多いとしんどいですよね、クマフェスは。こうします。お、逃げた。この判断はこうします。まず体力回復します。体力回復できません体力回復できません。そうですね、これはもう逃げるってなったら逃げ切った方が良かったですかね、最後。やったー。いやーもう心底嬉しそう嬉しそうというか燃え尽きたというか感じですね。いや、おめでとうございます。6時間半で昼録画しない時間が1時間あったから、それでやばい、今日丸1日使ったんだけど。さあでその逃げるシーンですよね、最後の逃げるシーンなんですけれども、なんか無理に対応しようとすると、鮭たちに対応というか鮭をに反撃しようとすると逆にやられたりとか普通にしてしまうんですよね。でこの場合、まあ、肩パッドであったりとか、コウモリですよね主に。でタワーとかも特にいなくてっていう感じなので、
全然ね、逃げるに徹しても良かったんじゃないかなというのは思います。無理に対応しようとしなくても全然 OK という形ですかね。まあ柱の方向に逃げるのはちょっとしんどいんですけれども、まあ残り10秒とかでしたから、もう桟橋の方に逃げちゃうっていうのも一つ手ですし、まあ全然ね、逃げ終わったかなっていうのは思います。いやまあカンスト直前なんでもうねそれどころじゃなかったとは思うんですけれども。でウェーブ3の方ですね、まあ細かいところは置いておいて、大きなところだけ見るとすれば、ぐちゃぐちゃになるの自体は危険度マックスってまあそういうもんなんで相当スムーズに処理が進んでても1回2回ぐらいはカオスになるシーンっていうのは絶対出てくるんで、まあそれ自体は全然しょうがないところになります。でクマワイパーをチャージし出すタイミングとかも全然、特にあのコウモリですよね、しっかり弾打たれる前に倒したりとかもしてるので、それ自体は全然いいと思いますね。でまあ肩パッドの対処ってところなんですけれども、まあクマワイパーがね、あの2人ということでクマワイパー見たかったところであるんですけれども、まあクマスロがいるんで肩パが多いのは、まあ、ちょっとクマスロで見たかったところでもあるっていうところで、まあしょうがないところ、まあクマスロでもね絶対見れるわけでもないので、そうやられちゃったりとかもするんでね、これもねちょっとどうしようもなかったところはある。まあシンプルに肩パ湧きすぎみたいなところもあるんですから、まあ余裕があれば肩パッドを対処できればよかったんですけれども、まあでもこのメンツやとどっちかというとコンテナ周り守りたいよなっていうところもあるんで、まあ難しいところではあるかなと。でもモグラもねこの編成やとね湧いてきちゃうのはもうしょうがないということで、最後のシーンとかもすごい分かりやすいと思うんですけれども、デスしないようにしようっていうところに結構重きを置きすぎてしまっているのかなとは思います。もちろんデス減らせればすごいいいんですけれども、まあ、見た感じその例えば無意識で完成キャンセルであったりとかイカロールが出ている感じでもないので、キャラコンを鍛えればデスはある程度は減るかなと。キャラコンがしっかりとしているのにデスが多いという場合は、まあ、もちろんその立ち回りの面を直さなければいけないと思うんですけれども、キャラコンの方でまだ全然伸びしろがあるので、そこまでデスを減らそうっていうのに固執しすぎなくてもいいのかなと思います。で、その分納品したりであったりとか、鮭を倒したりっていうところに意識を避けると思うので、で鮭倒してればデス減るじゃないですか。もちろんやられる機会が減るんで、ということで結果的にどんどん減っていくかなと思います。だから塗装さんの場合はデスを減らすために必要なのはデスしないようにしようって意識しないことかなと個人的には思いました。まあ、特にね、あの通常編成でカンストっていうのはあれなんですけれども、ビッグランの上位 5% を目指したいっていうのが一つ目標としてあるそうなので、ビッグラン上位 5% を目指すためにはやっぱりただクリアしているだけではダメで、危険度マックスクリアしても150コロン品とか行くことってあんまりないと思うんですよね。まあ、もちろんメンツにもよりますけれども、なので攻めなくてはいけないタイミングが絶対ある。ただデスしないことを最優先にしてしまうと、どうしても攻めるべきタイミングで攻めれなくなってしまうということで、まあ、目標的にもやっぱりデスしないようにしようっていう意識を一旦頭から外すっていうのは結構大事かなと思います。まあ、その結果6デス7デスとかしようと結局クリアできてるなら全然問題ないので、あとはやっぱりこれは判断の遅さとかというよりは、あのキャラコンとかいう部分もあると思うんですけれども、どうしてもワンテンポ遅くなってしまってるシーンっていうのは結構多い。そう、ワンテンポ早ければ生き残れたよなっていうシーンも結構あったりとかするので、それが起こらないためにもちょっと完成キャンセルですね、サブウェポンでの、これは練習しておいて損はないんじゃないかなと個人的には思いました。はい、まあ、とりあえずねキャラコンが育てば多分デス減ると思います、というところになりますかね。ということでいかがだったでしょうか。まあまとめるんであれば、デスもそうですけれども、移動時間っていうのをちょっと考慮したい。移動時間が増えすぎてしまうと、デスしてるのとあまり変わらない状態になってしまう時もあるというのが一つ。そして、まあ、デスしないということに固執しすぎないようにはしたいっていうのが一つ。まあ、しっかりとね、あの、完成キャンセルをできるようにしたりとか、キャラコンっていうところに伸びしろがあるので、キャラコンダイブできるようになってきて、それでもデスが多い場合に立ち回りにちょっと問題があるっていう判断で全然いいかなと思います。まあ、特に、いきなりね、じゃあっつってデスしまくるっていうことはないと思うんですよ。やっぱり、心のどっかではなるべくデスしたくないっていう気持ちがあると思うので、絶対ね、どれだけ意識しようと。そういうところも考慮してっていうお話でしたね。で、細かいところっていうのはキャラコンが伝わってくると問題なくなる部分っていうのもたくさんあるので、ぜひぜひやってみてください。で、多分ね、XP に関しても、キャラコンで割と2000弱ぐらいまではいける気がしますね。まあ、持ち武器とかにもよりますけれども、やっぱキャラコンしっかりしてるだけで、オブジェクト関与までのタイミングとかも変わってくるので、ワンテンポ早くなるので、そうなってきてからの判断でいいんじゃないかなっていうのが今回のお話でございました。この視点解説シリーズはですね、火曜日に公開していこうと思っておりますので、もし喋ってみてほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ概要欄の方法で送ってみてください。ではでは。
今回こんなところで終わります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。